おはようございます。キノチューブですが、今日は青梅駅に降り立っております。こちらが青梅駅で、今降りてロータリーの方からこちらに歩いてきたんですが、北側に移ってですね、線路の北側に移って、こちら青梅図書館が見えます。左に行くと、今日はそんなに歩かずに46番目のお寺があると思います。で、今日は、3つのお寺ですね、46、47、48と、青梅駅の割かし周辺で、歩いていけると思うので行ってみたいと思います。それではまた報告します。はい、ありましたね。今歩いて3分も歩いたんですかね、梅岩寺っていうんですか、お寺がありましたので、こちらでお参りさせていただこうと思います。中に入ってみます。こちらが鐘もありまして、こちら本堂ですね、がございますので、こちらでお経を唱えたいと思います。こちらが山門でしたね。礼をして、今本堂から右手のに家がありまして、そこでチャイムをしたら出てきていただきまして、御朱印書をいただくことができました。ということで、これが46番目ですね。次、梅に岩に寺って書いて万願寺っていうんですかね、お参りすることができました。それでは次の47番目に行ってみたいと思います。ありがとうございます。